はい。今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野、居宅療養管理指導という単元になります。えー、次の記述は正しいか誤りか答えを、ね。問題。高齢者が服用することが多い薬剤と副作用の組み合わせとして、鉄剤、消化器症状。高齢者が服用することが多い薬剤と副作用の組み合わせとして、鉄剤と消化器症状。 で、これはその通りで丸になります。鉄剤というのは鉄ですね。鉄、鉄分の鉄ですね。で、これはその通り丸になります。で、この鉄剤っていうものを服用すると、まあ、副作用として胃腸の症状が出るということですね。消化器症状っていうのは胃腸の症状ということになるわけですけど、まあ、具体的に言うと吐き気であるとか、あるいは便秘とか、あるいは下痢とかですね。こういったような症状が出やすいということになります。 でそもそも鉄剤っていうのはどうして服用するんですかといったら、まあ、これっていうのは、まあ、鉄分をよく摂るとかっていうので、まあ、馴染みがあるかなと思うんですが、まあ、貧血防止ですね貧血防止で体の各細胞に酸素を送っているのはこれ赤血球になるわけなんですけど、まあ、赤血球の中のヘモグロビンというのがですね、酸素とくっついてそれで各細胞に酸素を送るということをやっているわけなんですがこのヘモグロビンの元となっているのが鉄になるわけなんですね鉄分。 なので、その鉄が不足すれば、ヘモグロビンが不足するので、まあ、各細胞にうまいこと酸素を送れないということになるわけですね。で、この酸欠状態のことを貧血というふうに言いますので、まあ、貧血というのはいくつか種類がありまして、まあ、これを鉄欠乏性貧血と、こういうふうに言うわけですね。まあ、これが起きたりしますので、まあ、鉄分取りましょうねと、ただし取ると、まあ、消化器症状、胃腸症状がさっき言ったようなものが出ますよと、こういうことですね。ちなみに、貧血っていうのは、 まあこれ以外に試験対策で言うと、炎症性貧血っていうのがあります。炎症性貧血。これっていうのは、関節リウマチなんかの全身症状として出たりするんですけれども、まあ、リウマチっていうのはこれ、まさに炎症になるわけですけど、関節部分の炎症ですね。で、炎症が起きると、そこの部分で炎症性サイトカインっていうですね、あの、まあ、燃えかすみたいな反応物質というのが出るわけですね。で、これっていうのは、 その血球の寿命というのを縮めたりするわけですね。あるいは血球ができるのをこう邪魔したり、抑制したりするわけですね。なので、炎症が起きたりすると、炎症性貧血というものも起きたりします。まあ、関節リウマチの全身性疾患として、貧血なんかが出たりするということですね。この辺も受験対策のポイントなので、抑えておくといいかなというふうに思います。あと、貧血って言ったらもう一つありまして、あの、腎をやられても出るわけですね。腎不全とか腎疾患ですね。 で、腎臓っていうのは、あの、エリスロポエチンっていうですね、その血球を作るために必要なホルモンっていうのが作られているのがまあ腎臓なんですけれども、まあ、腎機能が低下するとですね、このエリスロポエチンというのがうまいこと出ないわけですね。なので血球を作りなさいという指令が出ないということになりますので、血球が作られないということですね。そうなるとやっぱり貧血になるわけですよね、血球不足ということで。なので、まあ、貧血といったら、このまあ腎機能をやられている場合の、まあこの、えー、貧血ですね。それから炎症性のもの。 今言ったリウマチなんかの炎症性貧血ですねそれから鉄分不足の貧血鉄欠乏性貧血ですねこういったものを抑えておくといいかなというふうに思いますということで今日の問題ですが高齢者が服用することが多い薬剤と副作用の組み合わせとして鉄剤ととと消化器症状ここれはその通りりで丸ということになります今日の一問一答の解説は以上です